うちに恋をしている人がいます。おお、びっくりした。おはよう。おはよう。第3木曜日はお待たせ、夫が恋人と過ごす夜。うわすっごい綺麗。前にお弁当作ってくれたの嬉しかった。恋をしている人はキラキラルンルンしてます。ご飯固さバッチリ。俺ってご飯炊くのうまいなって新米だからか。で大抵の炊飯器か。テンション高め。あ、鮭焼いといたよ。生きてるって感じ。輝くってこういうこと？